傷とみられる首の傷口が深く、顔などについている傷口と特徴が異なるところなどから、カッターナイフ以外にも別の刃物が使用された可能性があるということです。はい、元神奈川県警刑事で犯罪番組の小川さんです。ありがとうございます。